先輩です。ノクタン。いい子だよ、ノクタン。いつもの場所からじゃないですが、今回行きたい場所より前に、気になっていたアイテムを取りに来ました。ふーん。装備はいつも通りですが、そうそう、移動中にこんなものが出ましたよ。ブリーシン画面か。月下では防御が15も上がるものでしたね。あ、あの鎧か。はい。序盤見えていましたが、取れるのはこんな後だったのですね。火竜の鎧。以前の水竜と対になっているんだな。位置だけ防御力が高いね。今作はあまり強烈な属性ダメージっていう印象がないので、今のところそこまで重要視してないけど、例えば月下のファイナルガードみたいな敵がいれば、炎軽減とか助かりますね。そうね。こちらは今の敵を足場にすれば以前でも取れましたね。さて、今回行きたいのはここ。悪魔城最上階です。あーはいはい、ここね。おそらくラストエリアでしょう。気を引き締めて参りましょう。マップももう 90% 超えてるんだね。え、今何か言ってました。助けてとか？え、あれもしかして、皆に化けているの？いや、さすがに騙されないわ。こんな場所にいるわけないもんね。拠点で陽子さんを完了してくれてます。ありがとうございます。お礼言っちゃったよ。え？まさか、ファイナルガードさん。え、本当にいたんだ。じゃあ、さすがに強そうね。偽物とわかっていれば容赦はしません。まさかどこかに本物がいて、倒すとバッドエンド、とか。さすがにそんなものはないと思う。ってどこに行ってもファイナルガード。今全方向にいたよね。うそーん。まだ相手にしたくないんだけどな。今はなんとか通してください。よし、なんとか通してくれた。多大な犠牲を払ったけどね。ドラキュラ HD の経験が生きた。生きたっていうのかしらこれ。お。グングニルきた。雷の槍、オービンの槍ですよね。へぇ。前にも似た武器がありましたけど。なんだっけ、ビジャヤだっけ。そんな名前でした。そうそうこれ、インドラ。むしろこっちの方が速くて扱いやすいんだけど。なぜそれよりも弱いんだ。もしかして複数ヒットするんじゃない？それしかないな。あれ？今3ヒットしませんでした。もしそうなら相当強いね。あ、してるわ3ヒット。ほんとだー。なるほどね、だから結果クラウソラスよりも強いと。ビジャヤは2ヒットだけどこちらは3ヒット。普通に強いね。え、召喚か。見た目とは裏腹にかなり強かったな。容赦ない。なるほど、当たりようによっては3ヒットしないんだ。そうなると弱いもんな。振りが遅いのもネックか。それならクラウソラスの方が安定してますね。雷が弱点の敵には絶大な効果を発揮しそうだけど。うん。何もない部屋。たまにあるんだよな。とりあえず逃げ込める部屋なんじゃない？そうか、安全な部屋とも言えるのか。例えばじっくり回復したい時とか。なるほどねー。あ、ワープ。セーブも嬉しいけどワープも嬉しい。戻らないの。舌
下だけ見てこようと思ったけど、うわー怖えー。ダメじゃん。みなちゃん助けてー。自分が行っちゃったよ。おかえり。ふう、やっぱり本物は違うなー。そろそろさすがに心配です。何してるの？いえ、止まった世界で好き勝手とかしてませんから。もう？気をつけてね。あれ、MP が回復してない。あら、ほんとだ。おかえり。気をつけてね。なるほど、一番最初に会った時だけ回復してくれるのか。おかえり、の時だけね。なるほどなぁ。ところでさっきの場所じゃなくどこにいるの？という話ですが、せっかく時を止められるのに、その敵を倒してなかったなと思って、急遽倒しに来たところです。あ、もうスピードで飛んでいる敵ね。はい。正体不明ですが時を止めればさすがに倒せるでしょう。そしてできればソウルもいただきたい。うん。確かこの先で出てきたんじゃないかな。ここここ。さあ来い。あれ？来ないね。え、時を止めちゃうと出てこないのか。出てからじゃないとダメなのかも。それは難しすぎませんか。一瞬だね。追いかけようにもさすがに無理。逆側の方が楽かな。え、もんじゃ。面白いものを持ってたなぁ。シーフードもんじゃかしら。なんか妙な気分。くぅ、早すぎる。全然間に合わないね。ちなみに今のろうそくからは必ず100コインが出ました。ほんとだ、MP が減ってるのにハートじゃなかった。お、そういえばここにも出たんだったな。 MP が減るのでセーブに来たのですが、むしろこっちの方が効率いいかな。そうか、すぐ近くにあるのね。これで何度失敗してもすぐやり直せます。お、やはりボスは動くか。結局ガラモス以外も動けるんじゃないか。ああ、待ってー。止めてもあのスピードなんだね。これは武器が悪かった。これなら届くね。しかしタイミングはマジで難しい。くっそー、こうなるとボスが邪魔。絶妙な配置ね。やったー。一度で出てくれてほんと助かった。何度失敗したかわかりません。今初めて倒せたのね。ようやくです。それにしてもスカイフィッシュだったんだな。土のこと並んで不思議生物だよね。近年の研究では、ハエなどの昆虫がそう映ってしまった、と考えられているようです。でもまあ、土のこと同じように。そういう不思議生物がいるんだなと思っていた方が楽しいかもしれませんね。うお、かっこいい。数値には現れないんだね。確かに強くなってるかな。普段のダメージが180ほどか。祈るほどっていうから、これで最大限貯めると強いんだ。あ、自動的に終わった。強い。300以上出てましたね。ラックも上がっているのならマラソンに使えなくもないのかな。まあ効率は驚くほど悪いですけど。え、なんて言った？
なんか言ってたね。さて、寄り道から戻ってまいりました。ここはさすがに敵が強いですね。このレベルでこの武器でもこうなのね。ここって、ファイナルガードがいた部屋かな。一周したね。やっぱり。いずれ彼のソウルも狙います。まあクリア後になるかな。この敵が闘技場にいたんだよね。いましたね。相当危険なことをやらされていたんだな。さすが闘技場。お、なるほど、月下のライオンみたいなものか。気がついていくあれね。一度ついたらずっとかな。結果はそうだったね。あ、消えてる。あれ、ここって前来ましたね。これでショートカットできると。しかしそろそろセーブが欲しいところだけどな。これだけ厳しいくせに全然ありません。そんな動きをするのか。まるでボスみたいね。これにワーウルフでもいたらまんまですね。まあ月下ではウェアウルフでしたけども。そうだった。下に行けるのか。上も広い。何かありそうだな。あるね。闇か。今回は聖なるものを倒す機会があるのかな。あまり使わない属性だからね。ふむ、上か。巨大な時計塔が見えたけど。あれって、前行った時計塔。そうだと思いますよ。マップの位置関係もそうですし。ろうそくばかりね。セーブ。ちょうど通れないんだね。これでこの部屋は全部埋めました。他にアイテムはなかったです。上にはミノタウロス、下にはバジリスクか。アイアンゴーレム。さすがにダメージ1か。ただ、ゴーレムということは。あの戦法が使えるかな。ふふ、覚悟しなさい。これで使えなかったらどうしよう。やった。え、でも待って、今9996って。ダメージ1なのにそんな HP だったの。恐ろしいな。ハイジャンプ。うわ、無事なのそれで。めっちゃ頭ぶつけてる。おいおい相馬くん、やっぱり HP は9999だな。これまるでファイナルガードね。硬さはそれ並みでしょうね。まあ今作のファイナルガードはそこまでじゃなかったけど。
ドラキュラ HP ではダメージ1とかでしたもんね。そうそう、ただ HP が低いから倒せたけど。正直キラーマントがなかったら倒せなかったかもな。恐ろしく時間かかったね。で、ここってもしかして、玉座の間。それっぽいね。となると、ついに次回でクリアか。え、そうなる。はい、ということで次回からネタバレ注意です。大丈夫な方はお楽しみに。ノクターン。また見てね、ノクターン。